ロケハンスケジュールなのに、はい、山本圭一ロケハンスケジュールっていう風なのか、これ山本圭一だ、山さんがロケハン行くってことですね。ここ極楽とんぼでまた行くんならいいんですけど本当っすね。そうでしょ。基本でも、うん、僕の感覚ではロケハンって一番下っ端 AD の仕事ですけどねあんまり行かないですけどね。なおさら合わなくなってきたね。僕すらあんまり行かないんですけど、はあ、はい、はい、名前は井戸田と申します。よろしくお願いします。アシスタントディレクターAD です。打ち合わせをよく一人でだからこれちょっとね、見させていただいたんですけど、はい、ロケハンスケジュールっつって山本圭一って書いてあるんですけど、これは、はい、なんか間違いなんですか。いや、間違いではなくてですね、先月ちょっとロケの時に山本さんがちょっと発症されてしまって、その赤字が出てしまったので。え、どういうこと？発症して赤字になったってどういうことですか？どういうことですか？キャンセル料がたくさん出てしまいまして。このロケの日だったんだ、はい、発症した日が、はい、え今になるのは悪くないんですけど、うん、まあ、とにかくタイミングが悪かったという、うん、とにかくタイミングが悪い、うん、発症するタイミングが悪い、タイミングがすごく悪くて。なるほど、発症は悪くないけど、うん、発症するタイミングが悪かったと。そうですね、いうことなんで、これ私がロケハンスケジュールに乗っ取ってロケハンをするということですか、うん、それで、あとやっぱ加藤さんとロングさんのスケジュールを合わせるのもすごく大変で。あなた知ってた？もう知らないです。であなたが回そうって言うからやってるのに。いやあなた来るってことでしょ。じゃあ何で、あなたがやるの？ディレクション、あなたがやるの？やんないそれ。じゃあなんであなたもここと来るなの？こことここが。じゃあ来るだからできてるの？違う、できてる？だそうでしょ、だってできてないさ。一人で来てさ、ロケハンお願いしますって赤字が出たんで、ロケハン行ってくださいって言って。いやいや、それはその連絡をもらってたんですよ。そういうのをちょっとやりたいんだって。うん、はい、あ、プロデューサーの山田と申しますプロデューサーさん、はい、あ、すいません、この説は本当になんかね、8月のロケがちょっと発症したことによって飛んじゃってすいません。いやいやいや、本当にぜひ、これもあさってになりますけどね。そうですね、でも行かせていただきますよ、私でよろしければ。プロデューサーさんまで来られてるんだら。あ、やるんですね。やる、俺やるって言ってんじゃん、最初から。断った方がいいんじゃないですか？断った方がいいんじゃないですか？なんで断る必要があるの？だってさっき文句言ってたじゃないですか文句に聞こえてないでしょ。だからこう不思議なことは一回聞かないといけないでしょ。プロデューサーさんに言われたらもうね。チャンネル登録よろしくね。